レーマンド・デ・ラ・ロッシュ・レモンド・ドラ・ローシュは、フランスの女性パイロットである。1910年に最初に飛行ライセンスを取得した女性パイロットである。最初の飛行の後、バロネスと報じられたが、配管校の娘で女優となり、レモンド・ドラ・ローシュは芸名である。息子がおり、父親は芸術家で飛行家のレオンド・ドラ・グランジュであるとされている。 1909年10月に、シャルル・ボワザンに飛行機の操縦を学ぶように進められた、時には、気球の操縦に習熟していた。1909年10月22日、パリから140キロメートル離れたシャランのボワザン、兄弟の実験場で、訓練中に270メートルの飛行を行った。それまで同乗者として一度の短い飛行の、経験しておらず、 ボアザンから離陸することは禁じられていたが、二度の滑走訓練中の後、離陸40から15フィートの高さで飛行し、冷静に操縦したとされる。この飛行は女性の飛行として、報道で大げさに報じられた。最初の女性の飛行とされることもあるが、同乗者としての女性の飛行としては、1908年10月にハート・オベルグが、 ウィルバーライトの操縦する飛行機に登場した記録があり、1909年9月27日にテレーズ・ペルティエが200メートルの単独飛行を行ったという記録もある。1910年3月8日、国際飛行連盟が発行した36番目の飛行ライセンスをフランス飛行クラブから受け取り、最初の飛行ライセンスを得た女性となった。 1910年7月にボワザン機でランスの飛行大会に参加した。7月8日、墜落し、再起が危ぶまれるほどの負傷を負うが、2年後飛行家として復帰した。1912年9月26日にはシャルル・ボワザンが死んだ、交通事故でドラローシも負傷した。1913年11月25日に、 フランス飛行クラブの女性パイロットの大会で4時間以上の飛行を記録し、無着陸飛行距離の部門で優勝した。第一次世界大戦中は、飛行業務は女性には危険だと考えられていたので、軍交換の運転手として働いた。1919年6月、高度4800メートルを飛行し、女性の飛行の高度記録と、323キロメートルの 記録の長距離飛行記録を作った。1919年7月18日、テストパイロットになるためにレクロトイの飛行場を訪れ、副操縦士として試作機に乗り込んだ。ドラローシュが操縦していたかどうかは知られていないが、試作機は着陸時に墜落し、操縦士とドラローシュは死亡した。ル・ブルジェ空港にドラローシュの像が作られている。ありがとうございます。